自由研究一日で終わりたいですよね。うん。ちょうど夏休みシーズンやからな。そうですよね。でも自由研究って結構時間かけてやるイメージあるかもしれんけど。もうめっちゃ時間かかるイメージしかないです、私は。ただな、はい、終わるやつはある。一日でですか？そう。終わるやつはあるんですよ。そう。今日は興味深いですね。実験の方を一つ皆さんに紹介したいと思います。これ自由研究にもぴったりです。ぴったり。ぴったり。一日でできる。一日でできる。すごい。この二つでですか？そう。しかも低コスト。素晴らしい。素晴らしい。吉原、風船膨らませれる？風船？うん。そんなんできますよ。はい、行って。あるあるやな。あ、これガチですか？いや、マジでごめんなさい。一個無駄にしました。先伸ばすね。あー。おー。すごー。あれですよ。大きい音鳴るから、うるさくても平気な部屋でやってください。怖い怖い。もう割れるじゃないですか。はい、オッケー。はい、風船膨らせも。今からやる実験っていうのは、はい、実はこいつを用います。オレンジ。これさ、さっきさ、オレンジ買ってきてって言ったけどさ、めっちゃ傷んでるやん、これ。いや、もう 30% オフだったね。これめっちゃ見て。見えますか？感覚みたいなもん。ここちょっとなんか、これ食べれないやつですよね、これ。食べれないから買ってきたで、これオレンジを用意してって言ったんだけど、実際に自由研究をやるときとかは、このオレンジと、比較するために他の果物とかを織り交ぜて、オレンジだったらこう、リンゴだったらこう、例えば、みかんだったらこう、パイナップルだったらこうみたいな。あ、そんな感じ、そんな感じ。で、やってくれたらいいんじゃないですか。じゃあ、この実験っていうのはこのオレンジの皮を使います。もう。ついたし、ジュクジュクのところ。大きい音鳴りますよね、うん。あんま自信はない。いくよ。ちょっとオレンジの皮の成分については、ちょっとこれ終わったら詳しく説明してください。これガチで怖いやつやな。ちょっとお願いします。いくよ。それオレンジじゃないかもしれないですね。オレンジ。大丈夫です。私は信じてます。いや、なんかな。本物の大叫び声が出ました。すごー、割れた。いやー、来ましたね。すごー、こんな消費しましたけど。はい、このオレンジの皮に含まれている成分。成分。この成分が、実は、この、風船の、まあ、ゴムの成分な、はい。このゴムの成分とうまく混ざり合って、はい、実はこの風船のゴムの成分を溶かす。ま、そんな役割があるんですよ。まあ、溶けると当然この風船が割れちゃうわけですよ。ホワイトボードがちょっと汚れてるとしましょうよ。はい、これをちょっとこう、皮でこすってあげるか。ほら、なんかもう、汚れが浮き出てる。え、ほんとだ。見えるかな。これ、実際、綺麗に見るホワイトボードですけど。え、ほら、汚れが、こすってあげたら浮き出るでしょ。ほんとだ。これで、上から。え、めっちゃ綺麗になってる。いただいた。すごっ。この部分だけ。汚れが取れるでしょうか。すごっ、ね、っていう風な使い方ができたりとか。レモンとかオレンジとかすごいんですね。そう、だからこのミモネンのことをもっと深く調べていってもいいかもしれないですよね。そうや、例えば、あ、よくある話、なんで、柑橘系の果物の、輸送手段ダンボールなんみたいな話、発泡スチロール使われないんです。あの発泡スチロールも実はこの、風船と似た成分で作られてて、それで実は発泡スチロールの成分が溶けてしまって果物についちゃったりとかってこともあるから。けど、あの発泡スチロールのさ、網あるやんか。あの、果物を守る網。はいはいはい。あるやろ。あれ、桃とかさ、はい、リンゴにはあれ被せるやん。確かに確かに。でも、あの、実はミカには被せないんですよ。確かに。うん。確かに。うん。そんなの自由研究をね、あの参考にしてくれたらいいと思いますよ。結構いっぱいありますよ。いっぱいありますよ。はい。ということで皆さんぜひ、夏休み頑張ってください。頑張ってください。はい。またね。さよなら。さよなら。バイバイ。